アメリカの ISM 非製造業指数が、なんか、めっちゃ予想を上回ったってことで、なんかすげえドル高になって、ビットコインもめちゃくちゃ下がったんですよ。今ちょっとおしめ買いだなと思って、軽く1万だけ買います。1万円だけ入金しました。ということで買いますと。合計投資額いくらになりましたか？62万ぐらいか。はい、そういうことで終わります。